皆さんいつもご視聴ありがとうございます。身内ネタが多いので、軽くこの動画に出てくる主要人物の説明だけさせていただきます。よく覚えておいてください。太田桃音ちゃん、中学校の同級生、山田を女にしたような顔をしています。地味な子です。寺町、中学校の同級生、ヤンキーで、体育祭の日にクラス中の財布から金を抜き、転校しました。デーモンハンド、太くてて、チンゲみたいな頭をしてる中学校の同級生、小池があだ名をつけました。以上のことを把握した上でご視聴いただけたら幸いです。ではどうぞ。今日の企画、笑ってはいけない24時。実際には6時間ぐらい。ということで、ルール説明。笑った場合、コップ一杯、一気飲み。酒飲みたくないって言うなら、笑わんぎ話やけ。笑わないことは不可能やけどな。ダメだ！でも始めるよ。はい、よーい、スタート！口開けてください。この歯は、ペラのしすぎです。先生、オートゲリ。皆さん、こんにちは。私は韓国のディグダだよ。もう。こうなっちまったよ。彼はどんなことをしても音を出さない人間なんですよ。すごいね。無音の男っすか？はい。見ててください。うん。いや、あれ触ってないっすよ。素晴らしい。お前は酒飲むとつぼあさなるけんあかんわ。はい。続きが見たい。無音人間、私が開発しました。普通の人はよ、ちょっと力を入れると音が出るんすよ。うん、ああ、ならないんや。ならないんや。ならないんすよ。けど、こいつは、しょうもないマジで。山田の加えたハーモニカよう加えれるなと思って。虫歯菌7個あるのに。ティア入ってきたわ。よーい、スタート。小池さんの姿が見当たりません。100人が俺のタンバリに気を取られて、全員が俺のチンコ勃起していることに気づいてない。え、それチンコですか？本当にでかすぎやろ。それチンコなわけね。わーい、パパの遊具楽しい。そうだよ、パパはジェットコースターなんだ。うわー、 99% の人は赤ちゃんに気を取られて小池の乳首が立っていることが気づかない。豚飲みまーす。仲良く行こうや。おかしら、人捕まえてきました。何を？小鮎の頭です。人捕まえてきました。笑ってるやん。場所は変わりまして、寿司屋で笑ってはいけない。わう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 、鼻にこう詰めて踊ろうよ。ピカン、ペカッタ LED。 お前のここにあったろ。そう、 LED ってあだ名の女の子ね。俺と小学校同級生。お前がつけたじゃん。今までつけたあだ名全部言ってけす。お前が中学校全員あだ名つけとって、それを流行らしたよ。おっぱいロケットいます。あと惑星、デーモンハンド、あとシュレック。シュレック誰？シュレック？富士サウロは？サウロ、サウロ。そんなやつおった？誰サウロって？サウロだよね。寺町。そんなあだ名あった？笑い方がデレシシシシシシって言うらしいよ。だけみんなアハハハハって笑ってるけど、デレシシシシシって言ってるらしい。言ったな。アウト。言ったな。中学校のさ、ハンドル上げとる。ハンドル上げて、手上げろ。って言われてさ、一回目つぶって上げたやん。俺、その時聞き取れんでさ、上げてないくせにや。はい。って言って上げてさ、その時、が横に来て、耳元で、後で来いよ。って言われて。後で行った。後で行って、ケツ掘られた。職員室の奥の。畳？畳で。タッチバックされて。オプションで。オプション？オプションでスプリットステップ、アジリティステップ、パワーステップしてって言われて。怒られたことある？あるよ。え、あるの？全然あるよ。学ランボタンちゃんと閉めんばやったん。それなのにちょっと脱ぎっぱの状態みたいになっとった辺が、うん、そこをちょうど見られて、お前のようなやつ学校が消えろ、やめろ、死ねって言われました。お前は生きる価値がない。言われ続けました、3年間。さあ問題です。正論、どっからどこまでが本当でしょうか？全部嘘。正解はギリ死ねまで。ガチで今まで隠してきたことがある。誰にも話したことない。中学時代アメバフィーが流行ったよ。流行ったね。みんなやってた。やってない方がおかしいけど、今のインスタグラムみたいな感じ。やってないよな、インスタ。毎日部活終わり、はい、みんなアメバフィーが起業して1年集会場みたいなところに集まってる中、俺ずっと大丈夫ですか？え、笑ってない？笑ってない？笑ってないですか？え、じゃあ話聞きたいね。話聞きたい。カメラの方向いて。あ、喋ろよ。なんで？ちょっと待って。錦鯉だよ。アメーパピグみんな集まってる間に、お前は一人で、お前カジノとか行ってたやん、はい、釣りとか行ってた。俺はその中一人、部活終わりカジノとか釣りとか行かずに、太田桃音の畑に行って畑耕してた。ちょっといっぱい頼む。確かに他人の畑手伝えるもんね。太田桃音ちゃんっていう人がいて、そいつの畑をずっと耕してた。それやばいね。太田桃音、今までその名前全然思い出せんかった。カキタレとしてはいいよね。なんでカキタレ？セフレって意味。お前に似とるわ。あ、お前に似てる。じゃあ俺も畑を耕してたってこと。
いいよいいよ。お前ら中学校の頃パンツ見たことある？パンツ見たことある？あ、何級に？俺には勝てない。どういうこと？パンツ見た。レベル。見れんこと。誰のパンツ見えた？言ってそれを自慢話に中学校の頃はしてたよ。それの上位互換。結構ガチ。えぐいやつのパンツ見えた。えぐいやつ。バケモン。どっとした？言ってほしい。知りたい。誰のパンツか。待て待て待て。誰のパンツか知りたい。待て待て待て。結構ガチで。レモンハンド。レモンハンドのパンツ？もうちょっと詳しく聞かせて。しかもマンコ。でも俺は見たことある。誰？俺がパンツ見たことある人は絶対キャベツ柄や。キャベツ柄ってどういう意味？モモネモモネモモネチモモモモワンコ描きたり。山田を女性化したら描きたりやって。高い人やろ。毎日キャベツ取るやろ。水もやるし。優しい。だけアメーバビクでお前のこと一回は見たことない。お前のこと一回は見たことなかった。もう描きたりフレンド登録しやがったけどさ。それは会えんもんね。会えんな。お前。そういうこと。そういうことね。テニス部で唯一さえ見たことあるのにこいつだけ見たことなかったもん。なんで？かきたれのタグマジで見たことなかったっけ。そしたらあいつの畑っていう牢屋に入れられとったって話題かよ。かきたれが出過ぎと前あやのペグやってたよな。あ、やってたやってたよ。お前どこおった？いやでもみんなと同じ。見たことないだろ。嘘、おったで普通に。私は畑田が太田がいない時に俺も隠れて耕しに行ってた。二毛作やった。二毛作やね。あいつ捕まらくな人生歩んどるやったんで。ログインしたら畑耕されるとっちゃろ。そうだよ、女王様や。お胸です。あの時は畑を耕してくれてありがとう。感謝の言葉が届いてます。寿司屋から帰ってきてもう一回家に帰ってきました。ここからが修羅場かもしれない。最後にして最高上がれ。はい、もう始まってます。始まってます。何をしていくかって俺らと言ったらやっぱ大喜利や。いや俺たち大喜利下手で有名だけどね。まあでも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 だけど、なんでも関係ねえ。おっぱっぴー、これが委員会議。ポルダーガイスト笑ってない。花井くん、皆さん自由ノット出してください。なんか噂によると、あれ、あれ、ないやっけ、これ。ああ、やめたー。寺町のあだ名、なんやったっけ？サウロね。なんでサウロなんやっけ？笑い方が、でれしししししし。早速やろう。レベル1のサーカスどんなの？じゃあ、俺から言っていいですか？レベル1のサーカスどんなの？最後の大技、でれしししし。あ、ありそうやけどね、全然。ないやろ。でれしししし、はないやろ。あるか？どういう技やね。レベル1のサーカスどんなの？レベル1の。お前それずるいや。ごめんなさい、落書きしちゃうんで。くせえ。常温きつい。次のお題いいですか？熟女スイッチ。熟女スイッチを。おっぱいで地球一周。うまいな。いや、うまいなじゃない、求めてるもの。俺は笑いを引き起こしたかったのに、うまいな。根づちの落語うまいなと一緒。熟女関係ある？だって熟女っておっぱい垂れてる。あ、なるほどね。じゃあ僕いいですか？熟女スイッチ。お、太田桃で耕しデラックス。熟女いっちゃ関係ねえよ。しかもこれ太田スイッチやし。お前マジこれルール違反。太田桃で耕しデラックス好評発売中。じゃあお願い。ん？じゃあいますよ。ちょ待て。お前それずるいで。いやいや、なんやこれ。さっきまで乳首なく。オッケーオッケーオッケー。何の音？お前これで剥いたやつの負け。お前、お前もやる？はい。お前なんで俺の方しか向かんのこいつ。わからん。お前やる？うん。全員負けです。笑うのを我慢って本当に、笑うの我慢するのマジきついわ。これはいい勝負だって。ありがとう。今日ありがとう。この企画いい企画なんじゃないですか。そうですね、またやりたいっすね。別の場所でやりたいな。あいにくの雨だったしね。しかも別の場所でやろう。また俺らで笑おう。今日の格言。ああ、行くぜ、送るぜ。デリシシシヨー、デリシシシ。モモネちゃん、田んぼ畑してごめんなさい。耕して耕して耕しまくって、あふいてヨー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 。部長変座。はい、デリシシシ。はい、デリシシシ。はい、お前の父ちゃん、デリシシシ。耕すよ耕すよ、アメーバピグで耕すよ。オランダ、オランダ人の息子はどこにいる、殺すよ。